サルミノは、向井巨来と、野沢盆長が編集した、徘徊先週。藩史本二冊。1691年7月3日、井筒屋昌平館。署名は、関東の松尾芭蕉区、初しぐれ猿も小見のお星毛なりの区に由来する。徘徊七部集の一つ。謙魂二冊からなり、宝居企画の序文に続き、犬には巻一巻四まで、四季ホックを冬。 夏、秋、春の順番に収め、羊猿には巻ごとして、飛びの羽も、市中は、悪オケの、梅若菜の四河川、巻六として、場所配分、厳重暗記と、向井新剣による、五代、厳重暗記訪問客や部門のホック十五から、なる、机右日記を収め、内藤上層の抜群を添える。ホック部は八十二区、日周者は百十八名で、 野沢盆町四十一句、芭蕉の四十句、巨来、企画の二十五句と続く。一句作者も七十三名に及び、当時の昭門廃人が網羅される。巨来、廃会問答の、皇后王王の暗闇より問え越えた、真引ける、東門の廃科なうすでに一変す。我とも柄厳重案ににな日、杖を、落死者に受けて、略度の重きを得たり、悲後、 サルミのこれやという記述から、厳重案に加遇する場所の元を去来、盆長が訪ねたり、巨来の別壮楽使者に場所を招いて指導を受けたりしながら、三人が一丸となって編集作業に当たったことが伺える。場所が監修者として全面的に関与し、森川協力が徘徊の古今集なりと評したように、奥の細道アンギャ後の新風を具現した傑作として、名高い。 ありがとうございます。